昔々ある平和な村に一組の夫婦がおったそうな。二人はごく普通の恋をし、ごく普通の結婚をしました。ただ一つ違っていたのは、奥様は天使だったのです。ゲアル、ゲアル、起きて、朝よ。もう少し寝かせてくれよ。昨日も遅かったじゃないか。そんなこと言って、早く畑に行かないと。もう少し。おらおらおら、何を大きいんだい、このごくつぶし。くれよ、そんなに怒らないで。今起きますです。はい、早く畑耕してきなさい。朝ごはん。うわっ、無理して。エルボースマッシュ。人並みに稼げんと、よくもそんなことが言えるわね。うわっ、ゲアル、毎日大変だよな。あの神さんじゃな。くそ、結婚前はあんなに可愛かったのに、今じゃ金金って自分ばっかり楽して太りやがって。なんで俺がこんな目に遭わなきゃならねえんだ。へん、バッチシ、嫌な、折り詰まったら。ああ、どうしよう、またクレアに殴られる。その頃、平和な世に剣士の道を閉ざされたジトは、おい、サラ、酒だ酒、酒持ってこんか。あんた、少しは働いてくださいよ。ついクワ持って畑なんぞ耕せるか。剣に生きる以外ない。でもあんた、子供たちを見てやってくださいな。こんなにやつる。恨むんなら、この平和な時代を恨む。うるせえ、酒だ。あんた、もうお酒どころか食べ物もないんですよ。母ちゃん、腹減った。ごめんよ、我慢しとくれよ。父ちゃんが働いてくれればね。ねえ、あんた。そしてその夜、ケアルとクレアは、ただいま、クレア。何突っ立ってんの、早く食事の支度しなさいよ。今やるよ。なんか様子が変ね。その後ろに隠してるものを出しなさい。いや、これはその、なんでもないんだ。いいから出しなさい。はい。何よこれ。折れちゃった。ロップキー。あ、ごめんなさい。それで済むと思ってるの。食事抜きを許して。何、ごめんなさい。そして平和な日々が何年も何年も続いたそうだ。
こんにちは。天使の歌のゲームの成績はどうだったんですか？私の顔が見られたってことはかなりいい成績なのかな。さあ、私は誰でしょう。年齢不詳、マリアの役をやりました高島ガラです。ケアルの役をやりました井上和彦です。いやー、よくここまで来たね。うん、君は偉い偉いぞ。じゃあここで僕がね、ご褒美に333333333、おめでとう。こんにちは、ジトの声をやりました田中秀幸です。といってもこの物語の中でジトのセリフって少ないんでちょっと残念なんですけど、僕もロールプレイングゲームって大好きなんで、このゲームに挑戦しようと思ってます。この天使の歌のゲームを最後まで頑張って君、お疲れ様。クレア役の江守ひろ子です。どう、楽しかった？でもゲームの後はちゃんと勉強もしてくださいね。じゃまた。エンヤ役の萩森純子です。このエンヤというキャラクターは可愛くて元気いっぱいの女の子なんですが、そういうところが出ていれば嬉しいんですけど、どうだったでしょうか。とにかくゲームクリアおめでとうございます。いやー、こんにちは。僕の声はわかるかな、知ってる人いるかな。あのね、僕たちはね、普段声のお仕事ばかりしてるから、なかなか顔を知ってる人は少ないと思うね。名前は知ってるけども顔はよく知らないなんて人多いんだけど、僕はこの天使の歌のゲームの中でブゼンという役をやっている宮内光平です。知ってるかな、ハイジのおじいさん、一休さんの和尚さんね。声はわかるね。みんなの年から比べたらずいぶん上だね。だけどね、このお仕事はとっても面白くてね、愉快にやってますよ。みんなもね、もしやりたかったらうんと勉強すれば声優さんになれるよ。じゃあね。もしもし、テストテストテスト、本日は晴天なり、本日は晴天なり、私が藤ひろしです。どうも。キャラクターデザインをやった藤井博です。いつもとは違ったメンバーと仕事をしてみるのもまたなかなか楽しかったですよ。以上。どうも、企画の西です。天使の歌楽しんでくれちゃいましたか？評判が良ければ天使の歌2という話も持ち上がっていますので、感想などバシバシ送ってくださいまし。どうもでした。